はい、こんにちは、こんばんは、だからです。昨日は久しぶりにここ最近強かったドルに、少しまあ調整の動きは出てきました。ただ動き出したのが深夜帯ということで、まあ、日中ほとんどの時間、まあ、ほぼこう動きがなかったような状況で、トレードらしいトレード、まあ、まともなトレードはね、できた方はもう少なかったんじゃないかなと思います。ただまあ調整が入ったとはいえ、このドルの強さは僕はもう継続して見てますんでね、まあ、いよいよこうドルをしっかり買っていく場所を探したいなと、そういうね動きになってきましたかね。このあたりをチャートの方から見ていきたいと思います。まずこちらがユーロドル、1時間足に冷え性を重ねています。ドルですけども下落トレンドもしっかり見えてますね。現在流れが止まって、調整局面。昨日ですけどしっかりこう陽線が立っていますけども、この陽線がしっかり立った時間帯、まあ、ついさっきなんですよね。まあ、日中こうほとんど動かなかったので、まあ、トレードもなかなかなんかこうやりにくい状況だったんですけども、ようやくドルの方にこう売りが入ったことによって、今週の高値をつけてきました。先週ですけども大きな下落の流れがあって、現在はもう止まってますからね、調整の動きを見たいと、その際に気にしたいのが、まあ、前回のこの下落なんですね。こう大きな下落がありましたんで、この大きな下落に対しての調整の動きを見ていくわけですね。それなりのサイズの調整の戻りはあってもおかしくないということで、昨日このように戻りが入ってますけども、もう少しこう戻りが入ってもおかしくないかなと、波のサイズ感的にはそれだけの大きな下落というのが、まあ、先週あたりのこの動きにあったというのは抑えておきたいですね。まあ、ドルの強さというのは基本的にまあ変わらず見たいなと思いますんでね。まあ、チャートの方で見ていくんであれば、戻り売りをしていく場所をしっかり探りたいということになります。調整レンジができてくるんなら、このレンジの高値というのがどこかには出てくるかと思うんですね。この高値を探るというのがね、今日以降の仕事ということになってきそうです。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。今までこの下落トレンドを短期的に見ていたわけですけどもね、調整の動き、このあたり見ていたんですけども、若干高値抜けてきましたがね、上位足、日足環境の調整見ていく場合は、もうワンサイズこう大きな調整なんかも見ていましたので、まあ、短期足見ていくとね、このような小さなレンジが見えてくるわけですけども、まあ、高値ブレイクというこの事実もありますから、もう少しこう大きな調整見ていくことになるかなと。短期的な戻り売り、見ていく場合は、まあ、この高値抜けできますからね、まあ、一旦逃げてもいいのかなと思います。ただ、変わらずドルの強さを見ていきたい。戻り売り環境というのはね、これは変わらず見たいわけで、どこかでこう上値の重さ、そういったものが見えるポイントを今日以降は探っていきたいなと。目の前に切り板、1.07 ですね。これ過去に何度か、日足環境のレベルでも反応している、そういったレジスタンス、サポートということになってきそうで、今回ももしかしたらそれなりの反応というのはね、あるかもしれません。大きな流れの下落の戻り売り環境、こういったのがある中で、短期的に少しこの調整の戻りが入ってきています。まあ、売るにしても焦ってバチンと売ってしまったら、この戻りが強かった時にね、少し苦労してしまいますので、上値の重さというところをね、しっかりまずは確認したいところですね。当然上値が重い形がどこかに見えてくれば、ショートをしていくタイミングというのを僕は測っていこうかなと思います。はい、変わりました。こちらがユーロ円、1時間足に冷え性を重ねています。黒線、まあ、円の弱さは相変わらず出てるわけですけどもね。ただ、まあ、対ドルで見た場合も全然こう円が弱いわけですけども、他の通貨で見た場合は、まだ高値は抜けていなかったわけですけども、いよいよもこの高値抜けるかどうかというところまでも来ましたね。まあ、当然これ黒線、円が絡む通貨ということになってきますから、介入などが、もし入ってくればね、売りなんかもこう強く出てくるわけですけども、ただこの介入があるかどうかというのはチャートからは判断できないですから、まあ、チャートだけで見えてくる景色というのは、まだ高値抜けてないですから、このあたりバックに、売り場を探るということ自体はね、間違いだと思いますけども、ここを抜けてくるともう一段こう景色が変わるということになりますから、仮にまあショートを見ていく場合は、この165円の前半あたり、ここを抜けてきた場合は、少しまあ撤退なども考えないと、まあ、いけないギリギリのところということで、まあ、ブルビアの分岐点、それは強く意識して見ていくことになりそうです。こういった強い抵抗体というのはやっぱり多くの人が意識していますので、意識しているレートというのは一旦つけてくるというのはね、これはよくあります。まあ、つけた後にこれが伸びるか、反転してしまうかというのはこれはわからないんですけどね、多くの人が注目しているレート、まあ、一旦つけに行く動き、まあ、こんな動きもそうですけどね、一旦つけに行く動きというのはね、しっかり備えておきたいですね。目の前の動きを見ていると、まだまだ強さは感じますので、ロングも面白い流れになってきました。ただ、まあ、ここを高値か安値かと見ていけば明らかな高値け、ロングは面白いと思いますけども、上値の重さが見えてしまった場合には、これも絶対捕まってはいけない場所ということにもなりますから、まあ、ロングを見るにしても、ショートを見るにしても、まあ、かなりこう神経質な場所に入ってきたということになりますね。
まあ、円自体がこう神経質な動きになってますからね、少し僕はもうトレード難しいなと思ってしまうんですけども、このトレンドというところをこう見ていくんであれば、やっぱりまあ円は今弱いですからね、やっていくんなら、まあ、高値圏、これは理解しているんですけども、まあ、それでもロングをしていく場所をまずは探っていくという、まあ、目の前の動きにね、しっかりついていくということに、一旦はなってきそうです。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷え性が重ねています。ポンドドルも下落トレンドこう強く見えています。ドルが強いですよね。ただ一旦流れが止まっています。今週も調整プ動きがずっと続いているんですよね。昨日ですけど けどもドル、まあ、一旦ようやくこう売りの流れが出てきました。とはいえですね、ポンドドルなかなかこう戻りが入ってこないですね。上値が相当重い、まあ、昨日も5回は入っているんですけども、戻りとしてはまだまだこう外浅いですね。これぐらいのサイズ感では見ているんですけども、全然戻りが入ってこないと。ユーロドルと比べてもこの戻りが相当鈍いですから、まあ、ユーロ以上にね、上値の重さはちょっとこう感じるところですね。この上値が重そうだというのはね、これドルを買っていく際にはちょっとこうポイントになってきそうで、僕は、下落トレンドのこの戻り売りというのはね、強く意識しているところなんですね。昨日はドル売られてしまいましたので、戻りが入ったわけです。まあ、いい戻り売りのポイントを提供していただけるんであればね、まあ、これは助かるわけですけども、その際に、まあ、ドルを買うんであれば何を売るのかというところでね、僕はもう個人的にやっぱりユーロか、ポンドかというところはやっぱり注目してしまうわけですけども、ユーロの戻りに対して、ポンドの戻りは相当鈍いということで、次に戻り売りを見ていくんであれば、まあ、ユーロよりもポンドの方が、上値が重いわけですからね、下がってきた時にはこう強い売り、これが再び出てくるかなと。まあ、ロングしていくにはちょっとこうしんどい動きになっています。ということはまあショート優位というところもあるかなと思いますので、まあ、ドルを買っていくこの買い場探しというところになってきます。ということはこう売り場探しですね。売り場を探していくんであれば、ユーロドルよりもポンドドルの方が個人的には、少し面白くなってきたかなというふうに思います。はい、こちらが15分足、時間足を重ねています。下落トレンド、現在は流れが止まって調整局面ですね。ユーロに比べるとこの戻りがかなり鈍いというのがね、値動きを見ていてもわかりますね。今週の高値を抜けてもいません。ユーロなんかこうドーンと抜けてましたんでね、そういうところからもこう上値の差はもう明らかに見えてますね。当然僕はもう戻り売り、これを強く意識していますから、昨日こうドルが売られましたけども、またこうドルしっかりこう拾われるタイミングというのはあるんではないかなと思ってます。まあ、ですからこうドルスは売られるタイミングはあるんかなというふうに思ってますんでね、このように戻りが入ってきてくれるんであれば、この戻り売りをしていく場所をしっかりまあ今日は探りたいなと。ポンドドルはこの 1.25 に乗せるかどうかというのはね、一つ大きなポイントになってきそうで、現在まだまだこう抜けてないですからね、徹底的に売り場を探っていくということになってきそうです。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷え性を重ねています。ちょっとこうポンドの上値の重さというのがね、若干目立ってきましたかね。そしてまあ円が弱い環境、これは継続しているわけです。するとまあポンドが弱い、円が弱いということになりますから、まあ、通貨強弱で見た場合、ポンド安円安相場ということになるんですね。ちょっとこう動きが鈍くなってしまいがち、昨日なんかもこう十字線になってますけどもね、まあ、ちょっとこう戻りの高値、上値が重い場所で値動き止まってしまっています。まあ、方向感がないですかね。高安は見えてますから、今はこういったレンジを見ていくのがいいのかなと思ってます。高値圏が192円の70あたりということで、まあ、現在地はまあ高値圏にいるのかなと思うんですけども、まあ、円を買っていくというポジション取りはなかなか今の環境ね、まあ介入なんかがあると別ですけども、何もない状況だとなかなかまあ取りにくいのかなというふうに思いますね。ということはまあ円を売るということはロングポジションということになるわけですけども、まあ現在地が問題ですよね。レンジの高値圏、これ抜けてくれていればね、ロングもしやすくなるんですけども、まだ抜けてない。目の前に抵抗があるわけですね。ロングをしたいのは山々ですけども、現在地がすごくやりにくい場所ということになりますね。それでもこのポンドがね、強いんであれば、まあ、ロングということになってくるわけですけども、逆なんですよね。ポンドちょっとこう、上値が重いということにもなっていますから、それだとなかなかこう、積極的なロングは難しいんではないかなというふうに思います。ショートしていくには円が弱すぎますんでね、まだそのタイミングではないのかなと個人的には思ってます。買うか、様子を見るかというところで、まあ、ポンドの弱さがちょっとこう、目立ってきましたんで、そうなると、まあ、様子見というところになってくるかなと。192円の後半あたり、このあたりを明確に抜けてくるまでは、ロングというのはちょっとこうやりにくい場所になってしまってますね。押しを待つか、少し様子を見るかということになってきそうです。
はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷え性を重ねています。こちらも5ドルがここ最近かなり弱かったんでね、ドル層の中では一番こう突っ込んだ環境になっています。まあ、チャートも明らかに弱いですね。なので、まあ、売り場探しはこれはしっかり見たいところなんですけども、ただ一方でこの先週からのこの売りの流れ、まあ、相当な流れが出てますからね、まあ、いつ流れが止まってもおかしくなかったかと思いますし、流れが止まればそれなりのサイズの調整の動きにも備えないといけない状況だったかなというふうに思います。昨日ですけどもしっかりこう戻りが入ってきています。ただまあこの波のサイズ感で考えれば、まあ、大した戻りでもないのかなと正直思います。本当にこう強く戻りが入ってくるんであればね、まあこれだけ売りが入ったわけですから、もう最も戻ってもいいのかなと思いますけどね。まあこの程度なんであれば、変わらず戻り売りをしていく場所を探っていくというのはね、変わらず見ていきたいなと思うんですけども、ただ一方で、下落の流れは止まりましたんでね、どこでショートをしていくかというのをまずは探らないといけないわけで、そうなると上値の重さ、上値が重いポイントをまずは探らないといけないですね。まだこうはっきり見えてこないですけどもね、今週の初めね、今週のスタートが 0.64 の60とかそのあたりになってきますから、まあ、ここを超えてくると週足が陽線になるということにもなりますんでね、まあ、一旦このあたりをまずは抵抗ラインとして意識して見ていこうかなと思います。ここをレンジの高値とまずは疑って見ていくという感じですかね。まあ、すると現在地から見ていくと、まだ上げ余地も若干あるのかなと、もう少しこのリバウンドがね、入ってくる場面というのは見られるかもしれませんけども、ただ、例えば昨日の高値を抜けたからといって、目先どんどん買い上がっていくような流れ、まあ、そういった流れを今は想定しているわけではないです。あくまでも調整レンジを意識してますんでね、どこかで、まあ、上値が重いポイント、まずはこれが見えてくるんではないかなと、売り場をしっかり探っていこうかとは思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷え性を重ねています。5ドルに、まあ、久しぶりにこうリバウンドの買いが入ったといった感じですかね。まあ、円も弱かったということになりますから、5ドルが円売りということで、まあ、それなりに、トレンドが出た日にはなりました。ただ冷やし環境を見ていくと流れは止まっています。サポートまだ割れていないですけどね、昨日の動きを見ても今週の高値も抜けていません。なんならまあ安値も抜けていないということで、ちょっとこう方向感がないんですね。この5ドル円の方向感のなさというのは別に昨日突然出てきた動きではなくてね、しばらくまあ続く流れになるんですよね。まあ、高安はある程度こう見ているわけですけども、現在地もレンジの真ん中と、レンジの真ん中で、まあ今週は値が止まってしまっているという状況で、まあ、黒線全体的にちょっと僕はもう手が出しにくいなと思ってはいるんですけども、その中でもこの5ドル円がもう一番こう手が出しにくい状況、全くこうトレンドレスな状況ですんで、まあ、あえてこのフラフラした値動き、まあ、つまりレンジですかね。そういった値動きを意識して、こう、レンジトレードをしていくというのは、一つのアイデアとしてはありだと思いますけども、ただ個人的に僕はもうトレンドの方がやっぱり好きですんでね。まあ、そうなると5ドル円というのはどうしてもまあトレードの対象外ということになってしまうんですね。やっぱりまあ流れが出てほしい。今だとまあ大きな冷やしレンジ、高値がまあ100円超えたあたりですね。下のサポート98円の真ん中あたり。このあたりに近づいてきてくれると、こう、何かしらこうトレードチャンスというのは出てくるかなと思うんですけどもね。まあ、今のこの位置だと本当にこうやれることは少ないかなと、様子見ということでいいんではないかなと思います。はい、ということで、最後に、円指数を見て終わりたいと思いますけども、円指数ですけども、下落トレンドの調整局面、まだ見ています。まだ見てはいるんですけども、現在地がもう安値圏、もう本当にギリギリのところで、まあ、いつ抜けてもおかしくないような状況ですね。強ければリバウンドは入ってきます。ただなかなかこう、リバらないということは、まあ、それだけ円が弱いということですね。下に抜けてしまったら大きな動きにつながってしまうかもしれません。ただ、まあ、気をつけたいのが抜けて、円の方に大きな売りが入った時の、まあ、円買いの介入の動きがあるかどうか、まあ、実弾がボンと入ってくると思います。いませんけども、まあ、口先なんかが入ってきても、まあ、それなりに動いてくるかと思いますのでね、そこは注意はしないといけないですね。はい、あとはドルが絡む通貨、ドルの動きということになりますけども、ドルはやっぱりまあ買い場を探りたいですね。昨日はドル売りが入りましたんで、まあ、いい押しになってくれればいいなといった感じがあるんですけども、まあ、そんな中で昨日ドル売られたんですけども、売られたドルの環境の中で、まあ、上値が重い通貨が一つ見えています。これがポンドドルですね。下落トレンドの調整局面、まだレンジとしては相当小さいということで、なかなかまあリバウンドが起こらないということになっています。ユーロなんかと比べていただくとも分かりますけどもね、明らかに上値が重いですからね、ドルを買っていくならこういった上値が重い通貨というのをまずは意識したいところですね。高値抜けてないわけですから、抜けなければ戻り売りはしっかり見たいところです。まあ、ドルの売り場をこうしっかり探りたいという感じですかね。戻り売り、これは意識して値動きを追っていこうかと思います。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。